どういうことだ、これは。お前は忍者失格だ。渦巻きボルト、使用禁止忍具の違反により失格。ようやく見つけたぞ。父ちゃんの後ろに下がれ、早く。あの目、白眼。するわけにはいかない。あ、吸い取られた。我は大筒木桃式。その森役、大筒木金式にござる。名はかぐやの仕事のやり直し、チッタチャクラの実を回収し、神樹を再生させることよ。来い、金色。はっ。ポルト、無駄なことを。里は俺の家で、みんなは俺の家族だ。お前の好きにはさせねえ。父ちゃんにこんな力が。いつまでもつかな。俺のチャクラも使え。お前がやられてしまえばここは終わりだ。子供たちを頼む。分かった。これで終わりだ。父ちゃんは、七代目はみんなを守ってくださって。どうしたんだよ、母ちゃん。何があったんだ。倒れたナルトを連れて行こうとした。それをひなたが止めようとして、里のみんなを守るのが自分のすべきことだって。里のみんなを救おうと敵の攻撃を一身に受けて。ボルト、よかった、無事だったんだね。おかげさまも無事なはずだ。父ちゃん、見てたかよ。
俺の大勝利。地下台には負けんなよ。二次試験では今度こそ活躍して、絶対に俺を認めさせてやるからな。あいつは無事だ。後のことは俺に任せろ。じいちゃんの写真。達成の俺の方だ。その通りだな。サスケさん。助けに行くぞ。父ちゃん、生きてるの？だが、少なくとも死んじゃいないってことだ。奴らの居場所も巻物に記されていた。おそらくナルトもそこにいるんだろう。あたしらを敵に回したこと、後悔させてやろうじゃない。何をしている、ボルト。え？おいおい、冗談だ。奴らは危険だが、それを承知であえてお前を連れて行くのには理由がある。こいつは他でもない、あいつの息子で俺の弟子だ。お前は本当は強い忍びだ。何よりお前はナルトよりうすらトンカチだ。だがその前に渡しておきたいものがある。パパ、パパも気をつけてね。ちゃんと戻ってきてよ。もちろんだ。こいつを通って奴らの元へ行く。ボルト。やっと忍びらしくなってきたな。行くぞ。待ってろよ、父ちゃん。なんとバカでかいチャクラだ。時間のかかる。手軽にはいかねえんだってばよ。俺ら忍者ってのはな、チャクラの身になってしまえばただの餌よ。行くぞ。あのクロマントのリンネガンか。大丈夫かよ、父ちゃん。ボルト、その服。ま、忍者になったってことさ。ボルト、今まですまなかった。やっぱり俺、父ちゃんのこと何も知らねえんだよな。今まで通り、そう、今まで通りでいいってばさ。よし、みんなを守るためにそろそろ行かねえとな。まっすぐ、自分の言葉は曲げねえ。あたしら五影が勢ぞろいしているところに攻めてくるなんて、あんたらも運がなかったね。遅れたってばよ。父ちゃん待った。が科学任務を使って放った術を全て吸い取っちまった。厄介だな。だったら話は早い。このまま術なしで腕ずくで締めさせてもらうぞ。だるいけど。仲間はすでにあのざまだ。観念するんだな。まずい。もう遅い。キツネ。次はお前だ。終わらせようではないか。神に抗う知れ者どもよ。砂漠。
この一瞬で五影のみんなを。やべえだろこれ。ここか。なるほどな。さっきまでとは別物ってわけか。ただの化け物ってとこだな。化け物はお互い様だ。一丁教えてやろうぜサスケ。ああ、激詰め、スサノオの力を貸せ。よし、どうにか間に合ったぞ。片付けろっちゃん、そいつはダメだ。我が科学リングでとどめを刺してやる。バカよさ。だが感謝するぞ愚か者ども。地下丸の影縛り。そういうことだ。分かったら死ね。その時が来たら分かる。お前がやるんだ。俺ができると言っている。その言葉を信じろ。今だボルト。よもや届きもせんとはな。進化させた真術、消える螺旋丸としてな。へえ、消える螺旋丸だって。これさえあればいくらでも。ボルト、螺旋丸は。負ける気がしねえ。貴様か。あいつはまるでお前のようだ。そうか。俺は渦巻ナルトの息子、渦巻ボルトだ。